ここ見た今、ここ一周フラッシュしたね。あ、プレミアムです。はい、じゃあ早速ね始めていきましょう。マジック5お願いします。今日は、8月の5日ですね。はい、5のつく日ということで、ジャグラーコーナーも結構いっぱいです。まあ、やっぱり今日ね盛り上がる日なんで、まあ、かなりねうまかったと。で僕も抽選良かったんでね、マージャグ取りました。はい、で、今日はもうあれですね、もちろんあの植え積もるのも目標なんですけど、もう一つあの僕あのトラッピタッチ、あのプレミアムを実はまだ出したことがなくて、そうあの TT 童貞なんですよ。だから今日はそれをちょっと卒業したいなっていうのもあって、来てます。いやまあもう見逃してるんかもしれないですけどね、もしかしたらこんだけねもう導入から経ってんのに、まあだいたいみんなもね出したことある人多いと思うんですけど、あ、来たー、サキペカ、78ゲーム、よし早い。じゃあ中段に7を見倒し、ちゃんと狙えてたら下段に落ちたら単独っすね。で中段にそのまま止まればチェリー重複、一応チェリー狙います。あ、単独円。さあ今日初のボーナスはピッ、よし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 、よし1ゲーム連、そう今日1ゲーム連も刺したい。くわっ、はい、でまあ一応設定的な話しておくと、まあ設定差あるのが、まあ、ビッグレギュラーボーナス確率ですね。で、まあ、あとは単独レギュラーが特に設定差が大きいと。1で666で半分の330ぐらいかな。あ、まあでも5号機かそれ、まあ、6号機もだいたいねそれぐらいじゃないかと言われてます。であとはまあブドウですね。ブドウ確率が、まあだいたい 5.67 から 5.9 ぐらいかな。この設定ほど出やすいと。あ、そうそう、チェリー確率もさありましたね。あの重複しない方か、確定とかないもんね、シサーとかそういう画面、まあ、画面自体がねここしかないからね。まあこれを画面っていうかどうかはちょっとね、またそれも一つ謎なんですけど、さあ100ゲーム超えました。単発パッツンですね。でジャグラーといえば、ジャグラーといえば、まあ、やっぱバーバー7とかのリーチ目ですよね。はい、210ゲーム。フラグ判別は上中に7、1枚掛けで狙って下段に落ちたらそのまま狙う。で中段止まったら枠上か上段に7狙って、斜め転売になったらブドウなんで7外してブドウ取る。あ、単独レギュラーやね。いいよ、設定差あるところ。
わあ、味覚よしよし、ブドウ飛でね。さあ単独のレギュラー、まあジャグラーといえば、まあやっぱりあの中古機価格が今のパチスロの中で上位3つ占めてるんですよね。まあこれちょっとあるコラム書くときに調べたんですけど、1位がこのマイジャグ5で、まあ、ちょっと落ちたんかな、280万か90万、まあ300万ぐらいまでは見ました。それが1位で、2位が、ファンキーやったかな、 SIM やったかな、まあ何しか2位と3位もジャグラーなんですよ。180万ぐらいかな。でその後に、今やったなんか犬やしゃとかが入ってきてたかな、まあ 6.5 とか、まああとは番長ゼロとかもね、割と上位にいたような気します。だってパチンコのねリゼロも今話題になったりしますけど、400万以上やったかな一時。今ちょっと下がったんですよ、280万ぐらい。やばいよね、400万ってもう外車やん。ちょっと国産のいい車やん。そんなね高級なあれに大パンとかしてたらそら怒られるよ。外車にパンチしてるようなもんやもんね、もう怪事やん。10円でギーってやる怪事やん、もう。ああ来た、怪事との重複。50ゲーム、中押しましょうか。どうかな、今ちょっと早かったかも。まあ一応チェリー狙います。ああいやチェリーやった。はい、色変化なし、レギュラー。いやそこはビッグでしょ。まあそんなね中古機価格がナンバーワンのマイジャグ5なんですけど、まあ、そういうこと書いてる記事が読めるのが、ゴーゴーパークというね、僕もジャグコラム書いてるホームページがあるんで、よかったらそっちも、見てください。いろいろねシノケンさんとか必勝本のマイタケさんとかもいいのかな、あのジャグラーすごい子ね。わー言ってたら中段チェリー来たー。いやー美しい、トラッピアです。21ゲーム、あー赤になりました。よし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 よ単独。よし、90ゲームナイスピック。無人島にね自分の好きな、まあ、パチスロにしましょうか。パチスロを3つ持っていけるとしたら何にしますかっていうね、1個だけって言われたら僕多分ジャグラーを選ばないと思うんですよ。アクロス系がやっぱ好きなんで、まあ、それをまず持っていく。ただ3つやったら、ああ3つやったらジャグラーもう絶対入ります。もう2つぐらい入れるかも。はい、23ゲームチェリー重複ビッグ。このね無人島に3つ持っていくとしたら、まあ、1つがアクロス、まあ、まあ何でもいいですよ、ゲッターでもいいし、まあ新花火でもいいかな。で1個はまあこのマイジャグかエスアイム、
で、まあ、もう一個が、まあ、AT かな、なんか、うん、ジャグラーは一個は持っていきたいですね。まあ、やっぱりね、打ちたくなると思うんで、はい、さあ、持ち上げたとこで、ベンチャー頼む、3ゲーム目。うわ、おお、マジか、嘘やろ、やらせっぽいやん。これ、ビッグやったら音変わりますよね。さあ、色変化はなし。どっち？ワンモー。いきます。なんでやねん。ハンドプレヒーだ。まあ、ちなみにそのバチェラーは初代かな、初代の時に雪ぽよとかも出てました、参加者で。あ、当たった。147ゲーム、雪ぽよとの重複。よし、ナイス。はい、あ、これチェリーかな。はい、はい、あ、だよね。はい、まあ、単独レギュラー。いやー、今のチェリー単独単チェになってほしかった。うわ、見た、今ここ一瞬フラッシュしたね。うわ、プレミアムです。おお、単独かな、単独やね。はい、ビッグです。おお、いいの見れた。瞬きやったかな。ああ、先ペか。単独。色変化なし。ブドウ。なんかビッグな気がする。えい。よっしゃ、82ゲーム。せっかくの見せ場で音声が今入ってなかったっぽいんで、もう一回改めて言います。あー、ポイン。皆さんお待ちかねのこっちです。
はい、今日2回目の3ゲーム目連からのジャンバリ。いやー、たまらんね。よし、もう一回3ゲーム連で軍艦マーチ。ラストほっ、最大ハマリからの、チェンジレギュラー。あ、光ってた。どうやろうこのゲーム。あ、66ゲームだってことは多分全ゲームで光ってましたね。すみません。さあ、ドロメからの音変化、クルムヤリかな、もう言えてへんし。さあ、下皿が飲まれました。いやー、もうほんまに当たってほしい。いやー、これね、もしかして4の引き強の可能性もあるのかな。となるとちょっとね、まあ悪くはないんやけど、まあ引きが良かったっていうね話になる。あー、来た。行って頼む。525ゲーム。よし、46ゲーム。単独やね。の、もうここビッグでしょ。よし、耐えた、とりあえず。というわけで、クワーマンです。まあ、あの実戦日から、少し経って撮ってるんですけども、ちょっと記憶がね、飛び飛びなんですけども、 あの日は、マイジャグ5を、まあ、4500ちょっと回して、まあ、一応プラスでね終わったんですよ。ただ、数値の方ね、こちら、ありますけども、まあ、最初はずっと良かったんですよ。まあ、それがですね、ブドウが最初 5.9 分の1、でチェリーは良かった 34.5 分の1、まあ、単独レギュラーもねちょっと落ちてきて最終411分の1というね、感じでした。で、あとはまあボーナスがね引けなかってハマりだしたんでね、まあこれはちょっとどうかなと思って、まあ打ちたかったんですけど、まあちょっとやめました。はい、まあ、ただ閉店後のデータを見たんですよ。そしたら僕の台、まあ、やっぱちょっとこう下がってましたね。まあだからやっぱり、まあ、ちょっと5、6はなかったのかなというね、
3週4ぐらいじゃないかなと予想します。いやまあ4でもね全然打てたんですけど、まあ心残りはやっぱりそのトラッピタッチが出せなかったのと、まあでもね中段チェリー見れたりトラッピマタタキ出せたり、まああとは3ゲーム連ボインで、まあ音声なかったけどね、まあ、ちょっとそういう不具合もありましたけども、まあ実戦自体はね、楽しかったです、はい。まあ、そんな感じでね、まあ、次回以降もまた、いろいろ頑張っていきますんで、まあ、ぜひクワマンチャンネル、いいねそして登録まだの方はねよろしくお願いします。はい、じゃあまたね次回会いましょう。次はあの機種打ってます。お疲れ様でした。